の仕事を引き受けたのかなというこ,とをま,あこうまあそもそも高校80年代といえば、まあ、この本のテーマとしては80年代といえば高校生から大学生 <laughs> で洋楽を聞いていて邦楽はどちらかというと洋楽より劣ったものと勝手に考えていてじゃあ邦楽の中ではそのハッピーエンド系っていうのか大竹栄一とかハッピーエンドとか。うん まあ松本隆とか<う>もっと言えば彼らが率いる松田聖子とかの方が洋楽に近いおしゃれなもんだってイメージがあってね確かにねあのソニーさんんの,ですですのジャケットとももそうでしたもん、ねうん、中,中島みゆきじゃなくて松任谷由実中森明菜じゃなくて松田聖子っていう中より松。はいはい <laughs> まあドクター中松の逆なんですけど松の方優先してましたんで中の方にはあんまり耳が及んでなかったんですよねただまあ,あの編集者の勘としてそういう人間に中森明菜語らせると面白いんじゃないかっていうことだったと思うんですけれどもここはもう私も中森明菜の一切下でもうすぐ還暦カウントダウンなんで日の上馬の馬かけるうちに食わず嫌いは直しとこうかなと。聞いたら何が起こるんだろう,ってうと興味本位で 受けたまわった感じがしましたねで実際にまあ9ヶ月この執筆にはかかってみたいで、はいまあ、いわゆるこの82年から91年に至るまでのシングル A 面、はい、B 面もちろんアルバム A 面 B 面、はい、全曲を、まあ、深く聞いたというような感じなで、ね、ヘトヘトですねヘトヘト <laughs> こんなに疲れた本はなかったですね <laughs> 改めて実感した秋名さんの音楽の特徴というのは えー、総合芸術アイドルっていうのがだから、まあ、ある意味ではあのア,イドルアイドル音楽の真逆ですね、うん、ボーカルミュージックじゃなくて伴奏も含めた総合芸術、うん、で本人は単に歌を歌うだけじゃなくて全体をプロデュースする,なるほどだから時には自分の歌声というのを押し殺してまで。 まああの声が聞こえにくいアルバム「不思議っていう変わったアルバムがあるんですけどの本に紹介されて聞きましたけど、ね、聞いた時にあっって驚きましたけど <laughs> っていうかもう噂は聞いてたんでこれ聞くのかっていうふうな一番初めにそのオリエンテーションがあった時に「ああふし聞かないかんのか」とかっていうふうに思うっていうふないわゆるなんかえ女の子がめっちゃボーカルのミキシングが大きくて可愛い声を張り上げてで恋愛のことしか歌わないっていうようなアイドルミュージックの真逆でしたね。 あの孤立無縁のマウンドっていう古い言い方がありますけど、はい、本当に孤立無縁のマウンドに立ってる感じがします<お>で、えっと、ちょっと事務所とかレコード会社も、まあ、本の中に書いてますから明け付けに言いますけれどもちょっと頼りなくて、うん、それで <laughs> 自分しか頼るものがいなくて、うん、もう本当の意味でのプロデューサーっていうのを自分がやるとそこまあもうソングライターを選んだりもっと言えば、えっと、曲名まで自分で「キタウィング」って作ったりとか。素晴らしいタイトルですよね <laughs> あの中央フリーウェイにるらいのでで具体的な<ー>具体的な地名を植えることでリアリティが増すっていう手法だと思うんですけれどもそ,、ね、まあそんなこんなで、えっと、その最新の音楽トレンドっていうものを取り入れて北ウィングの時18歳なんですけどだから中森明菜現象っていうものがあるとすれば、ええ、それは音楽そのものもさることながらまだ年派もいかない二十、うん、歳前後の細腕が。はいはいはい 最新の音楽トレンドをキャッチして自らをプロデュースして80年代後半バブルに向かっていく東京の中で、まあ言ってみれば男性社会とやり合っていくっていうつで勝利するっていう痛快さが中森明菜ファンの気持ちにはあったんじゃないですかね。それが今なお引きつけているところがあるというような,なんですか、ね、はいだと思いますね。はいあのえっと相互芸術だと思うんですけれども、えー、やはりど真ん中には歌がある。 中がもしあそこまでの歌唱力を持ってなかったりあそこまでの表現力まあちょっとね歌唱力って話もややこしくって、ええ、あの人はすごく歌はうまいんですけれども、はい、自分がが作りたいいい世界に向けてて声をろろ引き出しが多くって変えるんですよねかだからよくものまねでやられてるなんかかすれるような声とかっていうのも表現だったり、うん、逆にこっちもものまねで誇張される「ああ、うん」<ー>みたいなさまざまな声の引き出しっていうのがあってそれによって曲によって変えていくんで。はい だからある意味ででは中島みゆきもそうなんですよね確かに山ほどいろんな声があってだからあんまりうまいって言われないんですよ、うん、あの声のイメージができないから、うんまあ。というふうに総合芸術なんだけど真ん中には音楽がある、うん、ただしややこしいのはその,どそのど真ん中に、ね、歌唱力っていうのが、うん、変幻自在千変万華なので、うん、あのえっと「ああの曲のあの歌がね」とかっていうふうなキャッチーな捉え方がされにくいっていうのが、うん、ややそのそあの輪郭をぼやっとさせてるかもしれませんけれども。うん ただ、さっきの質問に答えると、総合芸術なんだけど、真ん中には必ず音楽があったと思います。なるほど。はい、この本の中でも出てきてますけれども、うん、いわゆる真田健二さんとの比較っていうのは、だいぶされてますよね。はい、それ、改めてその2人の共通点というのは、どういうふうにお考えになりますか。うんうんえー まあ今の澤田賢治はもう違いますけれども、まあ、その80年代前半までの澤田賢治っていうのはさまざまな歌世界というものに憑依していく演じていくっていう感じがあるそれでその結果出目っていうのが抜群に美しいあと共通項は両方とも「蟹座」の映画だった。 <laughs> 特にそうですね。あの西暦じゃなくて <laughs> 昭和で言いますと、はい、昭和50年代の沢田研治さんってまさにそうでしたよね。うん、そうですよね。だから70年代の半ばから80年代前半にかけてっていうところでしょうかね。うんはい、華麗にまだ歌番組がありましたんで、その歌番組の中でやっぱり沢田研治の歌うシーンと中村さんの歌うシーンちょっと温度変わるんですよね。はいはい、<laughs> もう自分の世界にぐっと持っていくっていう。うんうんうん そういういまあまあ古い言葉ですけどブラウン感の中である世界を作ってしまうという意味ではこの2人っていうのは澤、ね、田賢治の場合は昭和50年代まではあの加瀬邦彦っていうプロデューサーがいて、はい、まあ割とスタッフがちゃんとしっかりしてたんで、うん、どちらかといえば澤田賢治は受け身でむしろ与えられたものに対してやるのかよとかって言いながらやっちゃうっていう中森明菜はそこまで従事してなかったので自分でやる。 私あの「光合成」っていう言葉を使ってるんですけれども、はい、中森明菜は光合成がだから他の一人多分もう曲論すると今の清志郎の歌まで歌ってるんですけど <laughs> す、ね、<laughs> そういう強烈な意種の光っていうものを自分に当てて自分の栄養にするっていう<ー>だから類いまれな光合成力もっと言えばまあそのいろんな才能を自分のものに栄養にするっていうなるほどここが中森明菜の特に80年代の彼女の なんんつだろう千から、全部飲み込んじゃうというか、ある意味、本当、モンスターみたいな感じですよね今から聞くと、その薬飲まんほうが良かったんちゃうかという光もあるんですけれども、でもそれも全部栄養にしたということですね。それで曲の歌い方であったりとか、曲調というところで、スージーさんならではの表現があります、特にそのアキナロングトーンというところなんですが、一番言うのデザイヤーの。 まさかサーマーに落ちてデザイン。ゲラゲラバーにハート。ーっあのよくものまねされてる。ですです。はい。ね、やっぱりピッチャーはストレートだっていうのに近くて、<ー>いろんな配球があってもやっぱりその内角低めにストレート投げれるかっていうのがピッチャーの、うん、まあね醍醐味かとすると。やっぱ佐々木朗希の方にみんな惹かれてしまいますもんね。<laughs> どんな,変な手がいても、はい、むしろ私の印象でいくと日本における歌のうまさっていうのはかなりわと技巧をよるような感じがするんでどちらかといえば、うんえっと、派手にビブラートをかけて、うん、なんつうんだろう、まあ、演歌でもよくありがちな。うんはい どちらかといえば変化球を珍重するような価値観っていうのがあると思う中でむしろそのロングトーンとかが僕はボーカリストっていうのはあのもうまずはあのピッチャーで言えば球速と同じ意味でボーカリストは声量だと思うんですよ<ー>、はい、そういう意味で中森明菜がの抜群の声量でロングトーンするとかっていうのは、うん、日本の音楽業界の中ではむしろあまりこうなんかこうめ,でめでられてないような価値観になる気がしますけどね。あそううでですかか実はここの本で一番なんかこう、はい すごいこと書いてるなと思ったのはやっぱ湯川玲子さんが作詞した「ソリチュード」あれの歌詞の意味ですか歌詞というかそもそもの意味ですよねもう一番語られない中森でもある僕好きなんですけどあれは好きな人は好きですねただカラオケで歌われると「へ」って思われる誰の曲って言われますねでもこの「ソリチュード」っていうことのこの「ロンリネス」というその言葉の意味の違いというのを おそらくユカワさんは意識してつけたのかなと思いますよ、ねあ。ちょっとね本人に聞かないとわからないですけど、でもあのあれはなんかあのネットの辞書で見ててびっくりしたんですよね。<ー>ソリティードとロンリネスは意味が違うんだって話があって、ユカワレイコさんは英語がご堪能な方なんで、えー、おそらくあそこにねロンリネスじゃなくてソリティードっていうあのねレッテルをつけたのはやはり意識があったんじゃないですかね。ソリティードは積極的なことで、はい、いわゆるロンリネスは消極的な孤独。 大げさに言うと、自ら、あの孤立無援のマウンドに立っていくっていう85年の、うん。ですまさに、ね、明菜、はい、さ,さんの、その。八十年代のスタイルっていうのがこの。ソリチュードという言葉にも、言い表せられるのかなと思って,て、すごいドキッとしたんですよ、ねはい。だから、この本は、もう本当に中森明のソリチュード物語ですよね。一人で、孤立無援に向かっていくと。なるほど。はい、金栗捨てて。 っていう積極的に孤独に向かっていく感じがしますね、はい、それでそれがソリチュートというのが、はい、いわゆるアーバン海洋というふうに、うん、あのすじさんは命名されておりますけれども、はい、このアーバン海洋というのの概念というのは はい、基本的にはどういうい基本的には頭の中で今広がってるシティポップっていう言葉をかなり意識してるんですけれども、えーえとね、中森明菜もすごいまあ東京の風景に向かって歌ってるんで、えー、シティなポップなんですけれどもどうも収まりが悪いと今言われてるシティポップっていうのはかなり競技狭い意味でだからあの山下達郎を中心とした えっとまあ、まあちょっと音楽的に言えばメジャーセブンスがじゃんじゃんだる16ビートのめっちゃ演奏がうまい人がアナログ演奏する音楽みたいなイメージっていうのがありましてまずメジャーキーじゃないしな全部マイナーだしーです、ね、もっと言えばメジャーセブンスの対局のマイナーセブンスだなと思ってって考えるとやっぱりシティじゃなくてアーバンだとやっぱり夜でシティ,がシティ,シティポップが昼だとするとアーバンが夜でやっぱりタバコの煙とセックスの香りがする。 じゃあ,あとどっかやっぱり錦糸町のスナックもにってくるっていうなので、まあ、とりあえずアーバン歌謡っていうふうにレッテル貼ったんですけれども、うん、まああの、えっと、言いたい言葉んかその80年代後半のバブルに向かっていくでも実は男性社会ですごく賑やかなんで情報量も多いんだけれども、うん、あんまりこう女性が幸せになってないっていう中で細腕一本で、うん、<laughs> 男どもをこうへし折っていくっていう <laughs>。 これはアーバン歌謡というべきじゃないかっていう感じがしましたね。歌謡の部分が結構大事なところっていうことです、ね。そうです、そうです、あの、なんか、やっぱり、ちょっと、まだ、たば、えっと、タバコの煙とセックスとスナックの香りがする。っていうところ、がやっぱり歌謡曲であると。<ー><ー>確かに、秋名さんの歌ってスナックでね。そうで,そうです。ある歌を歌えば、もり、め。デザイナー、なんか、まさにそ,、ね、そうです。ですですよい、ね、まだに歌われてますもんね。はい、松田聖子シュープリームは、のアルバムは、ちょっと、禁止症じゃかかんないかなっていうところが、<ー>シティとアーバンの違いっていう。なるほどはい。 それが、はいうん、でも明菜さんっていうのはそこにもとどまらないというか、うん、突き詰めることが中森明菜なんだというようなことも書かれてましたけれども、うんうん、特にやっぱ最後「水に刺した花」っていうところにたどり着くまでの一つのなんか、はい、まあ先ほどはソリチュードの物語だと言いましたけど、はいはい、そこから結局ある意味、はいうん 一つの到達点と言ってしまうと言い過ぎかもしれませんいや音楽的には到達点だと思いますね、えーはい、後にも先にもあんな純粋僕純粋音楽って言葉を使いましたけど、うん、本当にアーバンも火曜も,もさっぴーた本当に純粋に美しい音楽っていうね、うん、ある意味クラシックのような あれがオリコン一位になったっていうのは、やっぱ日本の音楽史の中では革命的なことだと思いますね。30万枚ぐらいれたんで、ね。はい。あれでも、あんな、えー、なんつうんだろう。<laughs> もう特別な曲でもって言って。他の。秋野さんのヒット曲。と比べても。相当ギャップのある、ねはいはい。ギャップあります。歌ですよね。それちょっとですらカラオケで入れたら、ちょっとハあンと笑うのに。<ー>水に差した離れて、何が起こったんだとかって、みんな変えるかもしれません、ね。<laughs> でも、まあ、一番の名曲だと思いますね。 これをいわゆる純粋音楽というふうに表現されてますけど、<い>やっぱそれはもうかなり削ぎ落としたっていうようなイメージなんでしょうか。うん、それともまた違うんです。いや、削ぎ落としたって感じですね。様々な圧力とか事情とかをさっぴいて。うん、えっと、あれすごいのが別に自分で歌詞を書いたわけじゃないんですけど、うん、どちらかというと水に刺した花はもう感情をむき出しにするっていう歌詞を採用して。うん、だから、本当に、なんつうんでしょうね。もう日本のポップスシーンの中では金字塔って言いましょうか。ある意味の金字塔。うんうん あんんなな曲はももももう後にも先に先いかもしれませんね一つはちょっとうまく答えられるか分かりませんけれども一つは歌謡曲もっと言えば「アイドル」っていうものの全盛期にデビューしたんでア、うん、アイドルはアイドドルルはじゃねまあ松田聖子は別格の方に行きましたけれども、えっと、だからまだ自己プロデュースする前の小泉日子、うん、早見優、石川秀美、うん、松本伊代と中森明であって「アイドルなんてかわいいけりゃいいじゃないか」 えとだから音楽なんていうのを取り出して聴くもんじゃないんじゃないかっていうのが昭和にはあったと思いますそれが邪魔した、はい、あともう一個はとにかく少女 A のイメージが強すぎた、うん、確かに少女 A 分ののシーンは「飾りじゃないの涙」は「突っ張り」うん「突っ張りな。うん、今でもたまにデコトラ」みたいなの見たら中森明菜的なの感 感じのそのワードをつけてるステッカーとかありますよ。トラックとかありますよ。<laughs> 昔、秋の命とか。そうそうそう。今でもかっていうぐらい、うん、まあ例えばあのパチンコで使われるとかね。別にそれは別にいいんですけれども、一面的なえっとさっきの男に御して戦っていくっていうののちょっとより歪めた形の突っ張り秋のみたいなんで見られた。うん、これ今でも強いですよね。強いですね。うん。 みもうない混ぜになって今でもそのネットとかでね毎週一曲,曲上げていくとかっていうのも語るネットの論調は、はい、ファッションがどうした痛々しいんとかだから表情がなんとかとかっていうあの外が歌声聞いたれよっていう」<laughs> っていうぐらい今でもだから僕この本の中で水に刺した花をすごく筆を厚くあの厚い筆で描いてるのは。<laughs> 語ったれよとこんな、まあ、ある意味変わった曲っていうのをもっとみんな語っ,た語ってあげようよっていうぐらいの特殊さがあったんでどちらかというともう「つっぱりあきら」とかもういいだろうと、はいえー、懐かしの歌番組懐かしの音楽歌謡曲とかっていう特集番組多いじゃないですか。うん だいたいね、あのデザイアで終わるんですよ。そうですよね。こい、この後だよと。ソリティューで忘れているフィンこい。ももしこんと言えばその後のキャリアの方がぐっと長いわけじゃないですか。ブロント、そうそうそうなんですよ。私この本は91年までなんですけど、そっちもあるけど。の人は多分82年からよくだ87年ぐらいまで。アルマアルマジこいとかで絶対来ないんですよ。キャリアで言うと4年、もういわゆるデザイアで2度目の。 レコー大を受賞賞受するまでが中森明菜の一つのパッケージでは確かにあるんですけど、はいはい、そこまでしか語られないいう気しますよ、ね、もうちょっと言ったれよっていう別に自分を繰り返しますがもうファンじゃなかったんですけど <laughs> だからゆえに逆にあの少女 A にもそんなにこだわりないので <laughs> はい,、はい、いわゆるそのアイドルの需要って言いましょうかいわゆるそのルックスとかそういう面でいうと早見優派だったんで逆にニュートラルに欠けるというところもあると思います。<laughs> なるほどね、はい いろんな中森論がこれは別に中森明菜じゃなくて松政子にも澤田賢治にも思うんですけれどももっといろんな論があっていいんじゃないかっていう、はい、でえっともっともう楽曲ごとにもっといろ,いろんな楽曲語られていいしいろんな楽曲をベースにしたいろんな中森明菜論があっていいんじゃないかまあその一つとして「少女 A 原理主義」じゃなくて「水に刺した花原理主義」的な見方っていうのを提示したんだけれどもこれがまあ唯一絶対と思わないんですよね、はい。ただとにかく、えっと 80年代前半の数曲だけでしか語られないえっと突っ張りやきなまあたまに歌がめっちゃうまい歌姫まあいくつもなんかあるもう類型的な中森明菜イメージだけじゃなくて例えば水にさした花原理主義があってもいいしソリティード原理主義があってもいいしもちろんナンパ戦でもいいんだけどもうちょっと幅広い語られ方をしないとあまりにも一面的すぎると思いますね。 だからこれは別に中森明だけじゃなくて音楽評論全体にそうなんですけれどもパッて目を凝らすとある偏った ちょっとなんか一部に凝り固まった見方一面的な見方というのが過ぎるあ音楽家が何人かいる。うん、でチェッカーズで言えばそれが「涙のリクエスト」とか「うん、ジュディアにハートブレイク」「ギザギザハード」だけで語られてて、うん、もっとこのドラムとベースすごいのにとか「コーラス抜群だぞ」とか「鶴久勝春」の作曲能力すごいとかっていうことを語ろうと思って「チェッカーズ・ロングその時代」って本書きあ <laughs>、えーま、サザン・オールターズなんかまさにそうで。ええ もうサザンオールスターズのファンってみんなこう楽天的で温厚なのでみんなはいいじゃないか、うん、いいじゃないかって感じなんだけれどもちょっとたまには面倒くさい語り方してもいいだろう <laughs> ピースとハイライトの、ね、歌詞っていうのを語ってみてもいいだろうとだから桑田佳祐は戦後民主主義の賜物であるという見方もあっていいだろうとかっていうふうに,、うんにうね、ある凝り固まった見方が過ぎるものに対して別の見方を提示してだから。 なんか新しい音楽の楽しみ方を広げたいと思うんですよね。なるほど。そういう時にやっぱりビッグネームっていうのにがだいたいあの塊への偏り度が多いので、そこを気持ち的にはえばなんか衰退するって言いましょうか、歪んだ骨をクックックックっとするような感じっていうのがあって、中んか森明は今言ったような感じで整体したって感じですね。ただ55歳であの早期退職をされて、はい、で今完全に、ね。 フリーの音楽い実際会社を辞めてからやっぱ会社員自体の経験っていうのはどうですか大きく役立ったっていうふうに言えることってありますか大きく役立つ、えっとまあ、あのベースの話でいくとあのやっぱりその期日あの締め切り力って書いてますけど本の中で期日に間に合わせるとか、はいえっと、何かあった場合なんかもう サラリーマンとしてはすごく簡単な要領のペライチのワードかなんかにまとめてシュッと企画書提出するとか請求書とか見積書書くとか,なんかそういうことのストレスって全くないのでよく芸能人のブログとか見てると地下鉄に一人で乗れないとかあるじゃないですか見ながら「俺ならロサンゼルスの出張も一人で行けるな」とかね。<laughs> <laughs> そういう日常のびびビジネスとまではいかない。そういうなんか事務処理能力とかっていうのがやっぱりサラリーマンはたけてるんで。やっぱそれは生きるっていう感じですからね。逆にの締め切りとか、なんかそう,いう事務処理能力とかを守らないことを自慢する人が多い業界なんで。著述業って。ういうはい。だから。 確定申告とかスムーズに終えるとかね、<laughs> まあなんかあんまりライターの本質ではありませんけれども、そういうところではこのサブカル業、カルチャー業界とかっていうのはあの非常に自分の差別化になるなとか知らず知らずのうちにその自分あビジネスの本業性っていうんでしょうか、ね、はい、それが大きな武器になってるってことを実感されてるって感じなんですかね、はい。今日もインタビューがあったらこのリストね前日に送っていただいて、それを二ページ、一 <laughs>、ね、スライドに二ページこ出力して。 一応目を通して時間内でこういう構成かなと思いながら時間通りに茅場町の一番出口で,で、ね、これで全然自慢できることじゃないんですけれどもできない人多そうだなこのライター業界はとかって思いますね。ね両立されてる時もそれはちょっと実感はされてましたか、うん、った人この本での,こうあのインタビューとかあったらもう言うんですよ特に若者とかに「本当やってくれ」と「<laughs> やってみりゃいいじゃないか」二、うん、2>, 2枚目の名刺作って、はい、えっとフォルダーに自分のねパーパス書いて。

ちょっとあの若い時にこじらせましたのででもあのや,るやるべきだと思いますしやったらすごく人生変わると思います,す今ライター業とかやっててやっぱりあの頃死ぬほど買った CD とか本とかっていうのは武器なんですよね<ー>国立国会図書館に行かなくても本が書ける <laughs> あの時服とか車には目もくれず給料を全部そのカルチャーの方に使ってたういうとのが、えっと、めっちゃ大きな本棚ありますしね。<laughs> なるほど くだかない本ばっかりですけどそれはやっぱりあの貧しくて4畳半で爪に火ともしてロックだとかって言ってて途端にもう食えなくなってきてなんかじゃないからこそできるあのだからあの松尾清がねやっぱり日韓現代であのジャニーズに対して物申しながらも本人はあのメローなメローとかって言って不倫の曲書いてるわけじゃないですか。であれ大事だと思っててもっと言えばもう私も松尾清も信奉する田中康夫はあのねクリスタルだ は東京ペログリ日記とか書きながら長野県知事で脱ダム宣言とかっていうねなんかある社会的なロックンロールとか社会的にあのなんかあの反逆時とかなんかそういうふうなことを言う人間は貧しくなきゃいけないとかあの女遊びしちゃいけないとかおいしいもの酒飲んじゃいけないとかでほっといたれよと人間には欲ってものがあってそれをまあナチュラルに。はい サラリーマンで定期収入を得てロックンロールだとかっていう方がどうもスムーズかなとノンストレスですよねね少なくともス、ねはい、ストレスが結局自分の活動を阻みますからね、はい、まあ少なくともサラリーマンやりながらカルチャーを目指すとかっていうのは別にそういう選択肢もあっていい、うん、今ないことになってるんで、はい、会社員になったらカルチャー諦めなきゃいけないギター捨ててっ <laughs> て「捨てな捨てんだっつって <laughs> なるほど趣味ですらも弾かなくなっちゃうってあります、ね、<ー>もったいないと思いますねそうですよね。はい 最後、はい、あの今後今の目標なんかやっぱりその60という年齢っていうのを多少意識されてるのかなとそうですね来,来年中森明菜来年の、ね、夏で中森明菜還暦、うん、再来年に小泉日子と私が還暦なるほど <laughs> 別に仕事でどうこうって話はないんですけど今ちょっと割と急いで仕事してるのは還暦の時にある一定の。 世評を。世評。<laughs> 別に、公明心とか、めっちゃ稼ぎたいとか。蔵を立てたいとかって気持ちはないんですけれども、まあ、六十歳までになんか一つ自分の誇れる仕事っていうのはできればいいかなとは思ってますね。はい、自分なりの金字等というんでしょうか、ね。自分なりの金字塔です。世の中的には、はい、まあ、それは賞をもらえればいいですけど。はい、まあ、ちょっと本屋大賞をもらうのは難しいと思いますので、私の本で、はい。具体的にテーマとして成し遂げたいこと。 あまだ具体的にはないんですけれども今日話今日,今日は話さなかったんですけど、ええ、この前あの小説の2つ目で「あのあの弱いもんらが優れてさらに弱いも叩きよる」っていう、はい、あの自分の東大阪の中学時代のことを書いた「半分死小説」みたいなことを書いたんですけどまあちょっと還暦も近いのでなんか重箱の隅ほじくるようなマニアックな音楽本もいいんですけどまあ,あのもうちょっとなんか大げさに言うとちょっと今の。 まあ狭く言うと日本の音楽業界広く言うとカルチャーもとも生き方全体とかっていうのがもうちょっと平和になるようなピースな方向になるような本を書きたいなって言いましょうかまあ当然 Am と Am7 の違いとかって話をするのも楽しいんですけれどもちょっとなんか人生かけたような本も書いていければなと思ってますね。